マビルス。あ、そこはカラーパズルの部屋だね。残念ながら貴様はクリアできなかった。次はちゃんと予習をしてくることだ。ってことはまた俺様が全部説明しなきゃいけないね。赤いタオルは外気通行禁止、ピンクは踏んでも何も起こらない。そっか、ピンクを基本狙っていったらよかったんな。緑のタイルは何？それからチェックのタイルなんかなかった？メタチューンいやちょっと待って、メタトン、なんかね、もうこうなったら一層誰もやりたくないという気持ちでやってたからちょっとショックなんやけど、でも死んではないと思うねんな。なあ、お、君はこの前のここに移ってから店は大繁盛さ。そこの二人のおかげだよ。アイスクリームを全部買ってくれてね。あ、熱そうやったもんね。というわけで君に売ってあげられる分はもうないんだ。そうだ、君にはとっておきのものをあげよう。僕のピカピカのスマイルさ、どうかな。ナイスクリームくれ、マジで。ナイスクリームが世界を変えるぞ。あー、ちょっとアイテム普通に欲しかったな、回復アイテム。何？ RG1 と RG2 がサボってデートしてるぞ。あいつらお前をぶっ殺すよう命じておいたのに。別にお前をぶっ殺させたいわけじゃないけどな。でもぶっ殺そうとするだけならいいだろとんでも理論。ぶっ殺さなきゃぶっ殺そうとしても大丈夫俺様、貴様はもうちょいで捕まえるところだったよね。アイスクリームを奢ってもらえないのかな。ないからね、もうね。あ、このふにょふにょしながら喋るのなんだよな。てか、あんたをぶっ殺す話、あれ、しばらく延期にしたからさ。アンダイ姉さんには内緒な。幸せそう。ああ。てか、アンダイ姉さんにチクってねえよ。全部言いました。うん、君たちがおホモであるということを。ねえ。あ、よう。なんだっけ、ちょっと。あが、間実況開けてもうたから全然覚えてない。ヒートサンダーフォークマン。いや君、俺の名前覚えてる？いや覚えてる覚えてる覚えてる。本当に覚えてたの？そう、ヒートサンダーフォークマンだろ。この俺が負けるなんて君が覚えててくれたこと俺は覚えとくよ。ごめん、嘘ついた俺でも問題出されなくてよかった。待てよ、ひょっとして R と L って右と左のことだったりして。ないない、それ絶対にないだって反対を向いたら逆になっちゃうじゃないか。まあな、言えてみよう。しかも R3、 あ、だって R3 でこれで戻れるっちゃ戻れるんやけど。あ、でもさ、なんか今までさ、ちょっと進んで、これでメタトンって終わりなんかな、マジで。であればなんかさ、今まで野良であった敵がさ復活して出会えたりするやんか。それをちょっと見たいな。あー、普通に敵出るな。なるほど別に火山ちゃんに焼き餅とか焼いてないんだからね。であればまだメタトン生きてるのでは。完全になんかさ、なんかでっか。よし、じゃあここで左行ってみようか。ん、あ、ここはここに出るのね。はいはい。じゃあ、あれ下は、あ、ここのお部屋か。はいはい、そっか。あ、左のところから落ちて下に行ったんやね。ねえねえ、右上の怪しい路地に入ってみてお買い得商品が揃ってるよ。ちょ、サンズ先話そっか。よ、怖い行くんだって。その前にオイラと飯でも食わないか。ああ、え、なんかこれイベント始まっちゃいそうやな。右奥も行きたいけど、まあいいか、行くか。よし、じゃああんたのおごりな。おいお金持ってんでしょ、いろいろ商売してんだから。こっちだよ、おいら近道知ってんだ。おお、ほらもう着いた。ちょっとまがまがしいけどね、雰囲気が。さてと、あんたの旅もそろそろ終わりなの？寂しいんだけど。え、結構早くない？よっぽど家に帰りたいんだな。まあ気持ちは分からなくもないぜ。でもな、与えられたものを受け入れて生きていくってのも悪くないぜ。ここには食い物もあるし友達だっている。そんなにまでして帰る意味あんのか。確かにな、ご飯も友達もいて。でも俺には人間の友達も親もおるんや、多分。いや、やっぱり忘れてくれ。オイラはあんたを応援してるぜ。どうなんやろ、この主人公人間界で完全ぼっちやったりさ、ここにいた方がいい説もあるからな。なあ、面白い話してやるよ。オイラスノーフルの森で警備員してんだろ。人間が来ないか見張ってるだけだから毎日暇でさ。
でも森のずっと奥に鍵のかかったでかいドアがあった。これがギャグの練習にぴったりなんだ。ある日そのドアをお客さんの代わりにして新作ギャグを練習してたらさ、突然ドアの向こうからおばさんの声でツッコミ入れられたんだ。何言うとりまんねんってさ。だからすかさず返したね。ピン芸人にツッコむやつかあるかいなってさ。パピルスかなこれ。そしたらツッコミにツッコむやつかあるかいなって返されて、そもそもボケでへんわって言ってやったら、そのおばさんお笑いし始めてさ。おばさんやな、パピルスじゃないよな。今世紀最高のギャグでも聞いたみたいな勢いで、だからオイラどんどんギャグを連発した。オイラのネタであんなに笑ってくれた人初めてだったよ。そしたらそのおばさんが、私も一つギャグを言っていい？って言うから、どうぞって答えたらさ、ねえ不思議だと思わない？って言うんだ。何がって聞いたら、こんなに近くで話しているのにトークなんてって。しょうもねえ、ビビったね。このおばさんただもんじゃないって思ったよ。これ英訳見て。この後はもう何時間もギャグ合戦さ。でもオイラが帰る時間になっちゃって、パビルスが寝る前に本を読んでやらないといけないからさ。そしたら、またいつでもいらっしゃいって言われたんだ。だからオイラその後も何度もそこへ出かけていって、ドア越しにギャグを披露するようになった。最高だろ。何の話をされてるんよ俺は。でもある日おばさんがあんまり笑ってくれなくてさ、どうしたのって聞いたら、よくわかんないこと言われたんだ。もしこのドアから人間が出てくることがあったら、一つ約束してほしいの。どうかその人間を守ってあげて。トリエルかね、そういうことか。そういうことや。あのドアによく来てたって言ってたから、あ、今気づいたわ。おっそ、俺、おいら約束すんのって好きじゃないんだ。しかも相手は名前も知らないおばさんだぜ。だけど寒いギャグでこんなに笑ってくれる人に頼まれたら、嫌だなんて言えないだろ。つまりどういうことかわかるか。そっか、トリルのところにもなんか寒いギャグ書いて、骨身に染みるぜみたいな。なあ、おばさんとの約束、あれがなかったらあんた今頃どうなってたと思う。そう、え、サンズに殺されてた。お前は今頃とっくに死んでいた。怖い。そんな顔すんな。からかっただけだ。それにオイラ、あんたのことちゃんと守ってやっただろ。おかげで、あんた一度も死ななかったじゃないか。どうした？そんな顔して。オイラなんか間違ったこと言ってっか？まあまあ死んだ。さっきも死んでまいりました。雲のところで。はい。は？助けてくれよサンズ。なあ、アンダインセンなんかさ、途中にいたじゃん。逃げてる途中に何もしてくんなかったじゃん。話はそんだけだ。じゃ気ぃつけてな。あんたのこと大事に思ってくれる人がいるからさ。でもなんか手助けしてくれてんねやろな、ちょいちょい。多分ね。何こわ、あいつ全裸なんですけど、乳首4つあるし、マジで怖い。レストランに来たけど予約することを忘れたことに気づいてさ、恥ずかしいから済ました顔でそのまま入ってきちゃった。で仕方ないからこの葉っぱについた水を舐めてるのさ。でも空いてんで全机。ね、いくらでも入れるよ。ガジュマルご一行様だ。 あこの人たち客。これはあっち上の、これ植物で、これは客なのね。こういうとこ好きやわ。レストランを訪れた有名人のコメントとサインが並んでいる。衝撃のうまさ、芳醇な香り、僕の顔は絶品。全部メタトンだ。まあ、メタトンぐらいしか有名人おらんかな、この世界ね。メタトンが出演する番組が出ていると。あ、メタトン生きてるね。今番組やってるってことは。公演スケジュールだ。芸人ダンサーサンズ、今は休憩のようだ。あ、サンズ、あ、お笑い長おる。もともとは人間の侵略を阻むためにパズルを作り始めたんだけど、今じゃあ複雑な建物を作ること自体がしきたりになっちゃって、散歩進めばパズルに当たる。困ったもんだよ。なるほどな。そういえばそうやったな。ここまでパズル結構あったもんな。僕はコアの作業員。コアの中はいろんなパーツが組み合わさってできてて、レイアウトを自由に組み合わる。いやー、しかし今日は楽しかったな。僕パズル大好き。あ、君がいろんなパズルを作ってるんやな。でこの子は、
わし漫才師で今日は営業に来とりますね。おかげさまで大人気者でして。ただうちのせがれはな、おとんみたいにお笑いやる言うとりますけれども、あいつのネタおもんないですわ。寒いダジャレばっかり言うとりますしな。もう親として、あ、これお笑い長の親か、お親来長か。寒いそれも笑えまへんがな。おかんが死んでもて、それ以来家におるのが耐えられへん言うて、そんでせがれは家を出てもうたんです。それっきりおうてへん。わしゃ父親失格ですわ笑えまへんがな。ほんまに笑えまへんがな。あんたにこんな話しとったらなんや、悲しなってきましたわ , 笑えまへんがな悲しいこの人マジでお笑い長が悲しい。おお、高級レストラン、けっ、友達が料理の達人なのにそんな店に行く必要ないよ。でも私たちの料理スキルはとても完璧とは言えない。いや、完璧だな。よし人間、お前も食え。スパゲティが受話器に当たってペシャペシャ言う音がする頭悪いな、相変わらずこいつら。みんなで食べると美味しいね可愛いな。電話越しに食べてることになってねんな、怖い。魚さん、いらっしゃいませ。当店ではお席のご予約が必要です。あのモンスターの親の魚の友達かな。それからテーブルと食器と食材もご予約を。いらっしゃいませ。なるほどな、めんどくさいな一個ずつ予約せなあかんねや、この店おめたとん、さすが。なんやろ、マーライオンになるぐらいの有名人なんやな。噴水に碑文が刻まれている。国王記念の噴水、 2010X 年完成。メタトンは先週追加。え、何、国王記念の噴水。メタトンは先週追加されてて、ここに水が思いっきり漏れてて、俺は滝行することができて、とはいえ何も。うわ、こわ。ちょっと、まあ、ちょっとさっきこの人話そう。メタホテルへようこそ。ここはもともとアパートでしたが、今はホテルです。ご宿泊の方もまだここの住人の方も、ごゆっくりおくつろぎください。ただの通りすがりですって。ではごゆっくりお通りすがりくださいちょっとこれ出たらここよね。あ、ちょっと即売会やったっけ、なんかその闇のマーケットみたいなとこさっき行こうぜ。あ、びっくりした。どうも、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい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 。ジャンクフード、あ、いいね、これ買おう。で、空っぽのピストル、これやった、これでセレブだし。あー、弾ね。で武器とアーマーで攻撃力がアップで、誰かの家の鍵、何これ。ちょっと気になるな、この人売れんのかな。うちら特に欲しいものはないかな。ねえねえ、グラマーバーガー買ってきて。いらない、うちら別に欲しいものないし。でもメタトンがお尻にサインしてくれたら1000ゴールド払う。おお、ファン多いな。しかもお尻にサインをさせて、まあまあヤバめのファンがねえ、私アリゲッティ、この子は親友のキャッティ、私キャッティ、この子は親友のアリゲッティ。何それ、何それ、何それそこのホテルで売ってるものってマジ高すぎ、無理。でもうちらが身につけてきたものはマジ激安、やばい。だからてか普通全部返っしょ。商品はどこで仕入れる。てか武器とか食べ物とかあるとこっつったらゴミ捨て場以外ありえない。でも高級ゴミだし、外めっちゃ高級、やばいゴミはどこで仕入れる。そうだ、あそこちゃん、宇宙食拾ったとこちゃんね。てかゴミショップに決まってるし。ゴミショップ、まあ大体はウォーターフェル、ゴミ箱にピストルとか捨ててあって。やばい、ほんまにやばいやんけ、ウォーターヘルそんな下町のダウンタウンやったんか、怖え。メタトン激ヤバ、メタトンマジヤバ、メタトンは私の嫁、てか私の嫁不女子じゃん、俺の嫁っていう女の子たち。まあでも性別ないからね、この国によくわからんねんなうちら二人ともメタトンの嫁。なんかもうようわからん。メタトンがまだ気づいてないだっけ。メタトンは誰が作、ああロボットやもんね。てかメタトンってアルビーが作ったんでしょ。まそう言われてるけどね。でもメタトンはいつも俺はあれのアイディアから生まれたんだぜみたいなノリで、それに完成した直後からアルフィーとはずっと前から友達でしたみたいなノリだし、でもあの二人もう友達じゃないんだよね、知ってる。でも私とアリゲッティはずっともだよ。なんだかんだで仲良さそうやねこいつらな。アルフィー前はこの近所に住んでたよね、うちらのお姉ちゃんみたいな感じ。ああそうなんや、感じだった。
知ってもゴミ捨て場とかに連れてってくれただけだけど、でもいいゴミが見つかる場所を教えてくれたよね。あの子変なアニメ見るの好きだったよね。でもそのうち応接の研究者になって、そうそう、その後は全然会ってない。応接の研究者、ある日はずっとアズゴアのことめっちゃかっこいい言ってて、だから絶対間違いないよね、メタトン作ったのはアズゴアに褒められたかったから。魂のあるロボットとか完全にアズゴアの趣味だし。でメタトンを見たアズゴアはアルフィーをお城に呼んで研究を任せることにしたわけ。でもその後アルフィーって何も発明してなくない？てかアルフィー自体見かけなくない？多分ラボにこもりっぱなんじゃない？マジでちょっとはリア充した方がいいよね。ほんとうちら見たくね。アズゴア様、アズゴアってマジウケる、超いい人大好き。はあ、もう人間なんてさっさと滅んじゃう。うわ、急に急にバイオレンスに。でも俺が人間ってバレてないんやな、これな。これで安いって、でもホテルの中何言ってんやろマジで。でもカウボーイハットと謎の鍵欲しいな。武器はまあええかなって感じやけどな。武器ってさ、今持ってる武器が最高やにいいような。ただなんか HP 回復、アイテムの回復量アップみたいな武器持ってたよね。あ、そう、フライパンで。あ、でも汚れたエプロンも HP がなんか2ターンごとに1回復したりすんのよな。スルーするか。あの鍵は気になるよね。600ゴールドは貯めてこよう。よし、なんかおった。メタトン、あのドレスすごく似合ってたな。僕が来ても似合うんじゃないかって気がしてきたよ。あ、この人その役の人やったんかなね。メタトンの舞台ポスター、いいな。俺様のパズルのポスターも欲しい。私もボスバトルのポスターが欲しいぞ。それこそまさにイベントだもんね。生バンドも呼ぼうだよ。バーベキューもやろう。花火もね。その後もう一回バーベキューやろう。だったらボスバトルしないでバーベキューだけしてれば。それがいい。よし、よかった。もう俺はアンダインと戦わなくていいんやな。よかったよ。あ、普通に通れるようになってる。あら、来てくれたのね。あなたならいつでも歓迎よ。ただしお行儀よくね。ね、え、もう電話できたりする？俺様の、あ、ネットでの俺様のフォロワーにもクモがいるかな。そもそもクモはインターネットなんて使うのか。やつらはいつもネット上でブラブラしてるぜ。兄ちゃん、たまには本当のことも言うんだな。いや、シャレのつもりで兄ちゃん言ってるからちゃんと受け入れてくれな。そうそう、ドクモって知ってる？あ、ドクモ、毒蜘蛛の略で、ドクモは SNS でも大人気なんだ。ちょ、マジで英訳知りたいなこれ。毒蜘蛛で毒蜘蛛って、うん、ね、英語マンの元めっちゃ気になるわ。さあ、ちょっと戻りない。これ敵出なくなってるかな、もしかして。あれ、もしかしてやぞ、もしかしてだけど。あら、店員さんがいなくなっちゃった。商売道具も置きっぱなし。きっと片付けるのがめんどくさかったんだね。そうやね、ここサンズいなくなってホットドッグが買えなくなってる。こんがり焼きたて。これもホットドッグかな、ソーセージかな。なんかちょっと雰囲気変わってるけど、敵出なくなってっかな。出てほしいんだが、お金を貯めたいんだ。あかんわ、敵出んくなってる。ただね、なんかツンデレ飛行機ちゃんとかが出てきたりもしてないんよな。ただの壁だ。そうですか。いや、こういうのがただの壁じゃなかったりするんだよ。せえへんか。ここの奥に敵出るかな。うわ、めっちゃなんかいろんな人おる。人じゃないわ、モンスターおる。このエレベーター都直通なんだけど、今は止まっちゃってるの。足止めになった人が滞在できるようにホテルがサービスしてくれてるわ。そう、だから今日は帰れそうにないよ。だから宝山に冷えたピザがあったはずだから、チンして食べて。そう、ああ、なるほどね。宝の山って、宝の山、家に電話してね。私はスライム。これは実に腹立たしい事態だ。俺の想像してるスライムとだいぶ形が違ってて、ちょっと面食らってしまったわ。どうも。わー、ルームサービス、びちゃびちゃ持ってきてくれた。いや、あ、もうあるあるある、使わんかったん、結局その一回死んだから。はい、びちゃびちゃをドアの下の隙間から注ぎ入れた。きたね。うわー、サーブの力も完璧。チップあげる。95。あ、いいね。お、ありがとう、サンクス。あ、ありがとんクスか、トンクス言うな。内から鍵がかかっている。わあ、ルームサービス、シナモンキー持ってきてくれ。あ、食べちゃったな、それ。持ってないだろう。あ、
待って、ない。じゃあ何しに来たの？なるほど、シナモンキーと動物が動き回る気配がする。ドアの下の隙間から何か入れられそうだ。入れる。ドアの前にホットキャットを置いた。うなり声が聞こえる。ん？違うんか。動物が動き回る気配がする。ドアの下の隙間から何か入れる。ホットキャット置いた。何置いたんやろな。パピルス？気をつけて。その運転手は犬の問題を抱えてるって噂だ。そうなのか。ペットの持ち込み禁止とか。ペットの話じゃないよ。じゃあ何が問題なんだ。犬が問題なんだよ。犬の何が問題なんだ。全部の犬が問題なんじゃない。一匹だけだよ。だからそういう犬の何が問題なんだ。何もかもだってば。犬は嫌うくせに喋る花は平気だなんておかしいぞ。あのお花は友達と喋るお花。プラビーか。見えないお友達を作るのが趣味なら。ひどい。あのお花は本当にいるもん。じゃあ名前は。フラ、お、ほら、フラワリー。あははは、今適当に考えただろう。ああ、そうだよ、悪い。でも本当にいるの。ちょっと、その話詳しく。いや、マジか。やっぱパピルスの幻影はフラビーやったな。で、これ犬やな、多分な。犬がいるので、これもね、ちょっとコメントで、なんだっけ、最初の方のワンボーとかいたじゃないですか。あの辺のキャラクターって、あと待って、シナモンキーって。いや、ないわ。使っちゃったから、とりあえず戻りながら。あ、猫バスになった。スノーフェルに戻ります。ほんじゃ、シナモンキー買いに。え、シナモンキーあそこで会ってたっけな。ピアノで水滴の音を奏でたら、いい音色。だね、そうやね。同じヒントを出してくれてるのか。いやさ、そうそう、ワンボーとかってなんかね、あの棒切れを投げてあげたらよかったらしいんですよ、コメントでもらってて。というわけで、犬といえば棒切れっぽいんですよね。あー、なんと美しいノックの。こことかなんちゃうんかな。なんか誰かの家の鍵だっつってたやつさ、ね、あったあった、シナモンキー買うぜ。で、よし、出て、で、こっから二次元ボックス、棒切れも出して、人間がいて、モンスターがいて、お花がいるのです。なんかこの私森結構いろんなこと言うよな。お花は人間とモンスターでもないってこと言ってる、これ。そういえば、そっか、フラビーってまたモンスターとも異なる存在なんや。よっしゃ。じゃあまずシナモンキー、どうも、持ってきたで。持ってきたよ、どうぞ。シナモンキーをペラペラに潰してドアの下の隙間から差し入れた。うわー、サーブの仕方も完璧。チップあげる。99ゴールドありがてー。これでお金が少しずつ溜まっていってる。んで、動物が動き回る気配がする。入れる入れる。あ、でもホットキャットになるんか。いや、これあの一元ボックスで、ホットキャットちょっとしまっといて、これでどうや。どれを入れるか選ばれへんねんよな。入れよう。ホットドッグを置いた。突然ドアの下から白い犬の手が現れた。ホットドッグを塀の中に引き入れようとしている。手の勢いが強すぎてうまくつかめない。ようやくゲット。部屋の中から石臼を回すような音がする。ドアの下の隙間からハッシュパピーが出てきた。ハッシュパピーを手に入れた。あった、ハッシュパピーだ。なんだハッシュパピーって。ハッシュパピーいる。おお、すげえ。呪文の炎症中の犬を黙らせるソウルフード。65回復いらんけど。20でいいねんけど。あ、そっか、宿屋泊まってきたらよかったな。忘れてたわ、しばらくね。まだなんか入れられるな。ちょうどよさげなもの持ってんね。あ、棒切れじゃないか。なんかあるかな、まだね。テミーフレークス、犬の落とし物。どうだ、入れろ。犬の落とし物。そうそうそう、これこれこれ。磁石に引き寄せられるようにドアの下に吸い込まれていく。ビヨン、勢いよく押し戻された。返されただけか、クソ。なんかないかな。いや、特に何もなかったわ、これ以上は。いろいろ全アイテム持ってね、試してはみたんやけれども、これ以上は何もなさそうな感じでした。あ、ハンバーガー。あ、これ
失礼、マイクがこけました。メタフーズバーガーマーケットへようこそ。グラマーバーガーでグラマラスな一日を売る。この人なんで俺に物を売ろうとするの。ここはハンバーガー屋さんだし、俺は生活費を稼いでるだけなのに。いい反応だ。あ、グラマーバーガー、いやちょっとあんま金使いたくないけど買うか。ねえ、ザス、アゲアゲだよ。ちょっともう気持ち悪すぎる顔が。ノーコメントのメタトンの顔の形のステーキも欲しいけど、確かに高いな。ハンバーガーでとかステーキでこんなにお金すんの高いな。え、なぜ何度も話しかけていらっしゃるんです。お客様と個人的な会話をすると上の者に仕掛けられますので申し訳ございません。その顔は可愛い。てか俺実は俳優になりたかったんだよね。あ、怖い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 。人生相談、人生の先輩としてあんたにアドバイスしておくで。顔芸おじさん。あんたはまだ若い、俺みたいにはなるなよ。俺は19だがもう人生を丸々無駄にしちまった。恋愛相談、よく聞きな、俺はあんたを気に入ってる。だからためになるアドバイスをしてやるよ。生きてる連中とは絶対に関わるな。奴らと関わっていいのは同じくイケてる連中だけ。それ以外は近づくと食い物にされるぜ。俺陰キャ認定されとる。例えば路地裏の女の子2人にいるグラマーバーガーをこっそり届けた時、俺はウブな少年だったから頼まれて素直に OK した。大きな間違いだったよ。お、グラマーバーガー事件。俺は路地裏向かった。あの女の子2人に会って、そんで次に何が起きるか確かめたかった。で、ところがそこでうちのボスに見つかっちまった。ほう、ボスは何をしているんだい子猫ちゃんと聞いてきた。俺はビビった。ビビった拍子にポケットからバーガーが小転げ落ちた。恥をかくのは嫌だったから俺は慌ててハンバーガーを拾おうとした。でもかがんだ時にポケットに残ってたハンバーガーの重みでポケットに突っ込むな。ハンバーガーをズボンがずるっと脱げて、女の子たちはそれを見て笑った。今じゃみんなからバカバンって言われてるよ。グラマーバーガーってあの右上のやつなんか左下のやつなんか、でも右上かな、あの人の形してるからそれがグラマーなんかもしれんね。ホットランドに来たばかりの頃、俺の夢はメタトンと仕事をすることだった。ま、願い事をするときはよく考えてしろってことだな。お、何何、メタトンの何が問題。みんなのこのホテルを見りゃわかるだろう。何もかも問題だらけだ。改善しようとしたってメタトンに速攻で却下される。地上ではそうじゃないってな、よく言うさ。スパンコールとボンドでできたハンバーガー食ってる人間なんてどこにいんだ。他にも問題が。メタトンはどうしてあんなに人気があるのか俺にはさっぱりわかんない。あんなのただの長方形じゃないか。確かに。まあでもエンターテインメント性はあるぜ。あいつシンデレラの服着たりするからな。お前は引きこもりなんだろう。でも実は俺昔ネットショップで買ったことあるんだ、その自分をもっと長方形にするキットってやつ。全然聞かなかったけど。将来について。は、将来、将来って何。ここじゃ何も変わりゃしないよ。俺は一生このクソみたいな仕事を続けるのさ、でも一つだけ希望はある。アズゴーがあと一つ魂を手に入れたら俺はついに地上に出られんだ。新天地だよ。そしたらきっとセカンドチャンスが巡ってくるはずさ、俺にもみんなにもな。だからあんたも希望してんだよ。俺はスターになってもあんたのこと覚えててやっから。このモンスターたちなら人間界に来たところで仲良くなれそうな気するけどな。ね、そんなに売りたいなら路地裏で女の子2人がやってる店に行ってみな。おお、やっぱ何回か話すといろいろ変わるな。ね、まあでもこの辺は変わらないな。そう、この話すのやつは基本変わらなさそうなので、おっしゃ、じゃグラマーバーガー持ってちょっと路地裏行ってみますね。欲しいって言ってたからね。よっしゃ、何か仲良くなれるかな、あの子たちと。売る、嘘、それってグラマーバーガー、嘘、やばい、早くちょうだい。ちょっとキャーティー落ち着きなさいよ、みっともない。ごめん、どう見ても私に買ってきてくれた系でしょ。嘘、ありえない。ん、あ、いいんやで。あれ、あ、それだけ話す。あ、バガパンについて、あのバーガーショップのってかマジキモくない。ほんとあいつマジキモい。でもちょっとイケメンかも。キャッティ趣味悪すぎ。言えてるか。顔芸おじさんやからイケメンな瞬間もあるかもしれん。どんな顔でもできるしな、あいつ。てか何がうざいって、あいつ普通にしてればいいのに。あいついつも挙動って、しかも自分が挙動ってるのうちらのせいにすんの。前にグラマーバーガー頼んだ時も地面に落としてそのまま逃げてっちゃったしね。え、一緒に食べようと思ってたのに。え、嘘、私そんなつもりなかったし。こいつら嫌い。陰キャの敵や、こいつら。あ、いや間違えた。みやみやじゃねえ。ちょ、こいつら
こいつらから買い物したくねー。けど、あの鍵だけは気になる。もう防具は買わないことに決めた。できるだけこいつらからは買い物したくない。セーブしとくか。